オスメスは分かれへんけども、とにかく浮くやつを使うね。はい。で沈んでるやつもある程度ギュッと握ったら、水分抜いたら、あ、浮いていくね。うん、はい、中の空気は抜ける。はい、はい。で狙いはあそこの20メートルぐらい沖の横に長い下り、この下り、うん、あの周りに狙います。はい、はい、あ、そうやって投げるの、うん、尺使って投げる。浮いてます？浮いてます？そう、カメラで撮る。まあ5分10分ぐらいはちょっとね待ってもらうと。僕にはね。派手に出たな今。出ましたね。そろそろ仕掛け入れようか。ハリスは使わないんですか？ハリスはここに直結。あ、直結で、直結で。まあ1枚2枚付けても問題なくズボッと持っていくと思うけど、もう2枚付けとくか。脱ぎ出しにやっといたらずれてこないの。はい。目印で追い風を利用した釣りの場合は長いほど有利になるんですか？操作がしやすくなる。重たいけど、7メートルの差が多いな。うん。ハリスは何号？ハリスは1号。そうですね。ハリはもう血ぬばりだったら、うん、血ぬばり伊勢山系やね。伊勢山系、はい。ちょっとハリでかいかもしれない。ちょっと海ですね。まあ食うときは丸飲みするかな。本間八だからハリス1号でいける。ね、長いから、はい、余裕で取れる。浮かせるよ。お手前に巻いてこう風でこう押していてもらうような感じ、うんうんうん、
出ましたね。出た。一発で出ました。はい。ここから刺していく。そうやね。こんな感じで、この時も中の水分を抜いて、浮くようにする。針は全部隠れるように、はい、はい、なるほど。もう振り込むとかそういうやつじゃないんです。箱揚げの容量。綺麗な地の何して食べるんですか。刺身ですか。刺身はもうちょっと今の時期厳しいな。フライとか、フライと塩焼き。あ、塩焼き。うん。2月のチヌはね、最高やけど。ああ、そうだね。刺身に鍋。
抜きしといたらもう全然臭みもない。そうやね、大丈夫です。ありがとうございます。